はい、ご視聴いただきありがとうございます。本動画編集並びに撮影を担当いたしております古谷と申します。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。こちら乗ってきた電車ですね。1220って、まあ、1262ですね。この後ちょっとまあ地声でまあ駅構内で喋ってる箇所があるんですけど、非常に聞き取りにくいかと思うので、一応補足とかはさせていただきたいとは思っております。あとまた足元を撮影しているのはもちろん肖像権を侵害しないための処置と思っていただければと思っています。はい、今22600系の特急が発車いたしました。実は隣というかホームに特急島風、小町系の特急島風が停車しております。京都駅です。本日は12月17日土曜日です。なるべくなら土曜日に来たくはなかったんですよ。観光客がちょっと多くて、あまり土曜日遅くさせていただきます。私は基本的に土日祝日といった日には行動はいたしません。理由としましては、観光客とか人の多いところが当時2月であったため、撮影を行っておりません。実はまあこのよく、まあ、前日に天候が非常に芳しくなく、やむを得ず、土曜日撮影という形が取られています。少々食料補給でもしておくと思います。実際は食料補給はやっておりません。本当ですよ、本当。今のところダイヤの乱れはないようにも思えるんですけどね。まあ少なくとも京都線と橿原線に関して言えばダイヤの乱れはありません。これはまあ間違いないことなので。ここちょうど京都駅の前なんですよね、実は。だから相互乗り換えがすごく楽っていうこともあって、まあ、いっぱい人がいるっていうね。予定に関しましてですが、一旦橿原神宮まで戻ります。橿原神宮まで戻ります。でそこから折り返して折り返して平畑駅から天理線に入ります。京都市の烏丸線の国際会館方面に向かう形になります。ですがこの計画自体頓挫する形になっております。それは後ほどアップする動画の方で概要欄の方にどうしてそうなったのかを、まあ、説明させていただく次第なんですけども、まあ、大体、まあ、察しがつくと思うんですが、まあ、ここちょっと取り入れたと思うんですが、まともに顔がちょっと映っちゃったんで、ちょっとカット
っと入れさせていただきました。この今日ってある意味鬼門でして、はい、時間が迫ってまいりましたというわけではないんですけど、ここからも行く電車がもうバラッバラなんですね。本当に見事にバラバラ展示閉まります。あっちこっち取り入れてるんで、私の声、地声も飛んじゃってるっていうね、もあるかもしれないですが、何か止まってもうちは、五万手島風で止まってるんですけど、一向に発射する手配がないんですよね。これどうしてかなって思って、途中で止めるってことはないんです。例えば白旗で切って天理で戻って、そこからだったら大和西大寺まで戻ってからっていうような、よくわからないようなしないといけないので、そこの辺も含めてちょっと、工程ちょっとおかしくなるんですけど、重複箇所はカットさせていただきますので、電車2本乗り遅れたのになぜか間に合っているという状況なので、京都市営地下鉄が非常にね、撮影に非協力的でございまして、大阪メトロとかだったらカーテンとか閉められるわけじゃないので大丈夫なんですけれども、神戸市営地下鉄とか福神と一緒でカーテンバッと閉められるんですよね。でもうそれで ね、当時怒り浸透っていうこともあって、動画一応撮影はしたんですけど、もうこれ削除させていただきたいと思っております。もし京都市営地下鉄 の、 職員さんの方で実際に撮影に協力をしたいというお話がありましたら、概要欄にメールアドレスを載せておりますので、そちらまでご連絡のほどお願いいたします。念のため電話番号と担当者名、部署名で、それをちょっと明記していただいて、お送りいただけましたら、こちらで日程の方を調整させていただきます。それではご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かった、いいなと思ったらグッドボタン、あとチャンネル登録もお願いいたします。他にも動画ありますし、下りの全面展望の動画もアップしていきますので、何卒よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。失礼いたします。